今月10日に初日を迎える大相撲11月場所を前に、福岡市中央区の鳥飼八幡宮では毎年恒例の赤ちゃんの土俵入りが行われました。大相撲11月場所で九重部屋の宿舎として使われている鳥飼八幡宮では、力士に赤ちゃんを抱っこしてもらう赤ちゃんの土俵入りを開催しています。この催しは相撲が古来から五穀豊穣や無病息災を祈る神事としても行われていることから、赤ちゃんが健康で丈夫に育つようにという願いが込められています。昨日と今日合わせて500組の赤ちゃんを抱っこしたのは、九重部屋に所属する千代翔馬や千代丸らです。いいですね、元気いいですね。元気に育ってほしいなと。秋晴れの境内には赤ちゃんたちの元気な鳴き声が響き渡っていました。